みるとアナーキーをさらに深く好きになれる。さらに深く。はい、どうもこんにちは、スタバンドへようこそ。カイト誕生日おめでとう、レンです。カイトです、おめでとう。ありがとうございます。イエーイ、おめでとう。ありがとう、ありがとう。何これ、めっちゃアマゾンで届いたからさ。届け、奇跡じゃなくていい。わぁ、ありがとうございます。そうそうそう、なんか袋にこだわってももうしょうがないから。あ、そうだね、出た。あの、ラピスさんのやつですよ、ラピスさんのやつ。え、ラピスさんのやつなの。そう、ラピスさんって書いてあった。マジ、そうなんや。うん、めっちゃ嬉しい、それは。今年一番嬉しい。あれ、今年あの誰もラピスさんって見てるから。あのカイトの好きなゲーマーさんですね。ラピスさんのやつな、マジ。そうそうそう、今年1年間のさ、3人の誕生日プレゼントさ、いやそれな、全員ゲーミングヘッドっていう。それ。あげていいっすか。いや、もちろん。ゲーミングヘッドホンか。またつけて撮らないと動画を。俺さ、たっちゃんのさ、プレゼントを渡すときさ、うん、いや、こんなんつけてやるやついんのかやと思ってた。いや、でも、今一番熱いんでしょ。あ、そう、今一番熱い。ゲームが今一番熱い。そう、すげえ、マイクまでついてんじゃん。いや、それゲーミングヘッド。ゲーミングヘッドだしな。マッサン。そうそうそう、こっちマイク取り外し系の方にした。あ、なるほどね、いいや。あ、いい感じ。なんすか、ゲーミングヘッドホンプレゼントし合う。おー、似合う似合う似合う。いや、なんか青が似合うかなって思って青探したんだけど、うん、チャッチーやつしかなくて、うん、まあでもこれめっちゃゲーミングっぽいなって思って。確かに、まあ、これラピスさんだし。いや、めっちゃありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。ということで、はい、早速、そう、カイトの分析動画の時つけながらやっていきましょう。出た、早速。これつけて、これつけたままやんの。そう、無秩序状態のとこ撮っていくから。わけわかんない絵になるやつ。はい、ということで、無秩序状態アナーキーのボーカル分析、早速レッツゴー。今回の注目ポイントは2つ。はい、まず第一注目ポイントが裏声拳。出た、裏声拳。裏声拳、じゃあもう初心に戻りまくったじゃん。あの、題名裏声拳のまま。これ選んだ理由があるんだけど、後々あるんだけど、うん、あの、まず裏声拳って今当たり前のように俺らさも使ってるけど、確かに、うん、あ、俺らで言うと400回は聞いてるからでしょ。だからそういうもんなんだって定義勝手にされてるけど、俺のオリジナルワードだった。そうだ。そうだ。それは知らない。いや、なんか裏声を使った勢いのある地声みたいな、なんだろう、あの、一瞬裏声が入る西城秀樹みたいな感じだね。よりわかんなくなる。流せばわかるから。西城秀樹かわからん。西城秀樹一回置いとこう。流せばわかるから。裏声拳が、うん、これアナーキーの曲中でもやっぱいっぱい使われてて、カってあったらカの前半に裏声が入るか、カの後半に裏声が入るかとか、はい、いっぱいあるんだけど、はい、今回はカの前半部分に裏声拳が入ってるっていうちょっとわかりやすい部分、はい、を紹介していきたいと思います、はい、場所が2番 A メロの2分5秒のところ、何かを噛んでの噛んでがキャンで、何かを噛んで痛いのキャがもう裏声拳だから、キャンで痛いな、そう、キャンで痛いな。じゃあそこに注目して一回聞いてみよう、いくよ。確かに入ってるね、うん、何かを噛んでのか、噛んでってなってる。一瞬裏声のね、ニュアンスが入るよね。そうそうそう、すげえわかりやすく言うとね、うん、噛んでっていうとこ、ゆっくりずっとそうなってる。そうそうそう、うまいな。結構長め、ゆっくり表現するの難しいよ。ゆっくり表現する、これが前拳で、ね、裏声拳の前番。何かを噛んでが前で、後ろが缶の後ろにつけるから、うん、何かを噛んでいってなる。裏じゃない、後ろ拳。裏拳もかっこいいけど、まあまあ後ろ拳がカーってなるところ。はい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 。じゃあ、まあ、ここは前だよね。ここは前、前拳。他のところで裏声、後ろ拳あるから、まあそこをちょっと探してみよう。はいはい、なんでこれ選んだかっていうと、コメントで
何かを噛んでいたいが、うん、キャンでいたいって聞こえます、そこ好きですみたいな。へえ、あなたのおかげで動画1個できました。ありがとうございます。ニッチなとこついてくる人いるな。いや、やっぱ聞いてくれてるんだよ、そこ。でも歌詞もすごい、俺もあのそのポイント好きで、うん、なんか傷つけたくないけど何かを噛んでいたいって、ちょっとこんなに、うん、あべこべな感じの、そうそう、いいね、この感じを歌詞でこう聞いたのすごい。あ、それ、あの、違う、何かをキャンディーたいな。あ、ごめん。何かをキャンディーたいな。そう、何かキャンディーたいな。やば。出してるとめっちゃチャラい。確かにね。なんでだろう、あ、みんなに見せてあげる。めっちゃ細いみたいだったら。何かキャンディーたいだよね。いや、でもそれぐらい迫力があるのは、その歌に裏声が入って勢いがめちゃめちゃついたからキャになる。なるほど。これの似たような活用法としては、活用法バをブワーとか、ブワってバをブワとかするとか、ザをズワとかするのを裏声拳、マイ拳入れながらズワーとか、たまにそうやって歌う人結構いる。あ、まあ、でもなんかその歌入りのインパクトにはなるよね。あ、確かにね。ノーベルブライトさんとか、ワオとかめっちゃ入ってる、それ。確かにめちゃくちゃこぶしてるイメージある。そう、こぶしてるイメージある。裏声をこぶしてる。こぶしてるイメージあるわ。いぶしてる感じみたいな言い方するけど。そう、前こぶしてるし、後ろこぶしてるしみたいなの入れまくってる感じある。どん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 新しいこと思ってる。いや、ね、あの、裏声こぶしっていうのが意味わかんないなって思って、うん、改めてその、初見の方とかに説明しようと思ったんだけど、うん、どんどん意味わかんない。なっていくんで、そろそろやめて、あの、次は俺のここ好きポイント、あ、はい、俺のシリーズね。今のはあのコメント欄で教えてくれたあなたのおかげでした、はい、次は俺のここ好きポイント。ここ好きポイントがロングトーンのメロディー遊び。メロディー遊び、遊んでるんだよね。遊んでる。なんか結構伸ばすところが多くて、この曲、あ、はいはいはい、その伸ばした中で本当に露骨にフェイク入れるのもあるし、うん、さりげなくフォールしたり上行ったりみたいな、なんかいろんなあーっていうところで結構揺らして遊んでるんだよ。ビブラートっていう意味じゃなくて、あ、フェイク的な感じ。そう、フェイク、どっちかというとビブラートよりはフェイクに近い。で、特にあの俺の好きな部分っていうのが一番サビの終わり、何の価値もないよ、不敬への敬がめっちゃ伸びるとかなんだけど、あ、そこが最後ね、すげえ分かりにくく遊んでるんだよ。分かりにくく遊んでる。分かりにくく、本当はここすごポイントだったらなんか分かりやすくフェイクしてるところを紹介するんだけど、うん、まあ、こう俺のシリーズだからマニアックなとこさ、ね、俺のシリーズ遊んでないようで遊んでるみたいなところがあって、はいはいはい、じゃあまずそこ一回だけ聞いてみようかな。よ、不敬への永遠の後の、うんうん、どう処理していくか、ロングトーン、うんうんうん、っていうところちょっと注目して一回聞いてみよう。いくよ。ここだけちょっと特徴的だよね。ゆっくりフォールしてるし、うん、なんか一番最後にちょっとあの拳がキュッて入ってた。おー、すげー、分かった。言いたいこと、言いたいこと分かった。 あ、うん、あのね、これがそれケーってのがまずフォールじゃん、うん、ケーでるる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 みたいなイメージで、イメージケーこういったら、うん、すごいちっちゃい拳で上に行くんだよ。へーケーみたいな、うんうんうん、そうなんだ。それがビーズなんだよね。そうなん。それだけでいいのに。ビーズのモノマネするときによく使うやつ、うん、それがビーズなんだよね。そう、ビーズなんだよ、ね、だから分かるし、だから好きなんだよ俺多分。ああ、聞き取れるのがそうってこと。そう、なるほどね。いや、そこのフォールするだけで大体の人終わるんだけど、うん、そこをさらにフォールしたと見せかけて上行って裏声こぼし入れるのは、うんうんうん、まあ、しかも聞こえないレベルの裏声こぼしだから、うんうんうん、できないと聞けないっていうレベルの裏声こぶしの喉の形してるんだけど、裏声こぶしには聞こえないんだよ。はあはあはあ。だから達也には聞こえたの。もう一回言って。裏声こぶしの喉の形をしてるんだけど、うん、裏声こぶしまではしてないみたいなイメージ。あー、やりきってる感はないってこと。そう、だからもうネイティブのネイティブアメリカンがネイティブコブサーがそう、ネイティブコブサーみたいな。ネイティブアメリカンがさ、じゃあ例えばさ、ウォーターをさ、ワラって言う、ワダ、ワダみたいな、 T 入れてないじゃん。でも T の口の形はしてるみたいな。それに近いかな。あとゴミ言わないのとかあるじゃん、なんだっけ、あのバットとか、バットとかもネイティブアメリカだとバットって言わないじゃん、バッって言うじゃん。でもトの口は一応してるみたいな。
だから裏声ネイティブコブさんもせーの後にみたいな声の喉はしてるんだけど音としては出してないみたいな。すごい高いところでさ喉を一瞬リラックスさせるために、うんうん、あの拳を使うのは分かるけどここはあえてこう下がってるところでクッと使ってる。そうわざとだよ、ね、だから絶対思う。だからそこのネイティブコブさんの最後のフォールの後の実は裏声拳っぽくなってるっていうイメージを意識した上でもう一回聞いてみる。はい最後に集中ね。じゃあ行くよ。何の価値もないよ。いるわ。いるでしょ。あ、いる。聞こえた。聞こえた。あ、もう分かった。ネイティブコブさんの仲間入り。いや、聞こえたらできるようになるから。できるようになったら聞こえるし。その取っかかりの、うんうん、一歩としてちょっとね、この動画がやってるやってる、うんうん。誰かの役に立てばいいなと思います。はい。何の誰のための動画になったのかちょっとよく分かんない終わり方でしたけど。ためになりましたね。はい。以上、ボーカル分析動画でした。はい。ということで今回はオフィシャルヒゲダンディズムアナーキーのボーカル分析動画でした。このチャンネルではヒゲダンに特化した歌分析や楽器分析毎週アップしてます。ちょっとでも面白いとかためになったって方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして今回のコメントテーマはみんなのここ好きポイント。はい、アナーキーの、アナーキー、アナーキーアナキー言い方いやどうしようかなと思って、なんかまあ前みんながここの部分歌で好きっていうのをアナキーで一回聞いてるから、うん、あなるほど、はいはいはい、オフィシャルヒゲダンディズムの人生全体を通して長いな一番いやでも好きだったらさ、うん、この曲のこの一瞬が好きなんですっていうところがあるかもしれない、はいはい、あるある選ぶの難しそうやなあるきっとあるある歌で言うとイエスタデーのさ前話したよね。あーあの裏声こうしたそれかなんだっけ歌詞いやーどこだったか覚えてないけどなんかビブラとかかってたあそう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 、まあ、それ概要欄であのイエスタデー分析した時に、うんうん、多分その話してるからしてるよね確かにそう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 いうと多分サビの終わりのほんと一文字の一瞬のところみたいなところなんだけどそういう部分があなたにもきっとあると思うそのあなたのこだわりの一文字みたいなことがあったらあいいねこだわりの一文字こだわりの一文字ぜひぜひあの書き込んでみてくださいもちろん感想やリクエストもお待ちしております。最後まで見てくれてありがとう。またね。最近さ、うん、そのオフィシャルヒゲダンディズムの藤原さんの、うん、がラジオでビブラートができるようになったって言ったんだって。今までできてなかった。いやそうだそれ今までできてなかったんですかみたいな。いやできてたでしょ。できてた。いやめっちゃ入ってたんだよ、うん。でも多分意識してできるビブラートが増えたとかもしれない。そう。なんか元々は自然に自由に歌ってたらこのビブラートになってたみたいなところいっぱいあるんだけど。新しいビブラートがだから多分アナーキーのどっかに隠れてんだよね。ああなるほどね。それをラジオで言うってこと。まあ次の曲かもしれないけど、うんうんうん、まあでもそのアナーキーでも俺多分隠れてると思うから次はビブラートかな。なるほど。ちょっと分析していきたいと思います。